勇者の実家。はい、どうもお帰りなさい。というわけでマザーレッカがお送りをします。皆さん、勇者の実家初めての公開収録です。よろしくお願いします。今日元気じゃない？元気じゃない？元気すぎない？大丈夫？いつもとテンション全然違うけど、ありがとうございます。ありがとうございます。初めてです。この拍手がね入ったというのは、そう、ここに今声だけで届けているので、ラジオを聞いてくれてる皆さんは、見えてはないと思うんですけれども、今私の目の前にですね、実際に本当に人が来てくれて、一緒にこのトークを楽しんでくれている状態での本日はお届けということになります。さあ、マザーレッカがお送りします勇者の実家、多分47回目とかになると思うんですけど、この前回までのところで結構アルバムの発売に際して、アルバムに入っている曲もいくつかもう説明をしちゃってるものもあるんですけれども、まあついに発売を今週されたというところで、今特別なイベントを行わせていただいてますので、ようやくですね、ずっと独り言だったんですけど、ついに独り言じゃなくなったと言いますか、ようやくみんなに音楽聴いてもらえてる状況かなというところで、今日はお話をしていきたいんですけれども、前回のそのまだ多分皆さんが聞いてないかもしれない回のところでは、頭の2曲の解説を軽くしてあるんですよ。なのでちょっとそこ飛ばしてですね、その次の、あたりから行こうかなと思ったのは、まだ多分発売して今日数日なんですけれども、自分がやらせていただいている、ファニコンさんという、ファンクラブがありまして、そちらの方でも聞いたよって言ってくれる方が、この曲になんかこうすごい引っかかったというか、こう気持ちがなんかいろいろもらえたみたいなことを書いてくれた方が複数いた曲がありまして、これコペルニクスっていう曲なんですけれども、私一番ねこれ入れちゃいけない曲なんじゃないかなって一番思ってた曲だったんです。なんかこう私のそのいろんなタイプの曲を作る中でも非常に遊びもあるし、強気すぎるし、もしかしたらこうこれを聞いて勇気を持ってくれる人がいてほしいんですけれども、ここまでやっちゃっていいのかなみたいな、そこもちょっとありながら、非常にこう遊び心もありながら作った曲ではあるんですけど、このコペルニクスは実はですね、でもすごいのは、勇者の実家がなければ生まれなかった曲かなとちょっと思ってるんですけども、勇者の実家で実はね、去年コペルニクスについてちょっと語らせていただいた回があるんですよ。でコペルニクスをなんでそんなに語ったかって、実はちょっと息子が受験を今年していたんですけども、その時に社会の先生が時事ネタでね、コペルニクス今年来るよみたいな、コペルニクス来るってどういうことですかって言って聞いたら、なんかね、生誕何年だっけ、150年とか150周年とかそれぐらいの年だったらしいんですね、コペルニクスさんが。でそういう偉人さんはこう問題に出てくるからチェックするようにみたいなお話があって、一緒に息子と一緒にチェックをしてたんですけれども、で息子と一緒にチェックをしていくと、あ、これはすごい人だと思いつつ、現代の中でもね、非常に特にこの日本社会ってすごくみんなこう輪を尊ぶし、そこから外れたりすることを非常にこう怖がる性質もあるかなと思いますので、なかなかこう私はみんながすっごい盛り上がってる何かに全然入れないんだよなっていうことを表に出せないまんま、あ、面白そうだねみたいな感じでこう分かってる感を出して生きてきちゃってるのが私もあるんですけども、結構女子高時代とかね、全然興味がないけれども、そこに一応こう入っておかないと一人ぼっちになっちゃう。やっぱ一人ぼっちってちょっと怖いので、何が怖いって、一人ぼっちな様子って人から見て見えちゃうじゃないですか。誰が見てもあの人は一人ぼっちだっていうことが見えちゃうから、それってすごい恥ずかしいことなのかしらとか思った青春時代もありまして、できる限り人が夢中になってるものとか、人がこれっていいんだよっていうものについては もちろん否定しないで、あ、そうなの、いいねってこう話を聞くようにしてはいるんですけれども、それでも全然実は分かんないみたいに思ってる自分がいるとして、その全然自分分かんないの部分も大事にしてあげていいのかなと思ったところを曲にしたのがコペルニクスね。分かりにくいでしょ、遠かったでしょ今
本当に私も思うんですよ、なんて難解なんだろうって。私の言いたいこともよく言われるね、あの MC も長いんですけど、 MC も私はあのひどいんですよ、編集する人がね。あの人の MC は頭と最後をねくっつければ真ん中全部切っていいからとか言って言うんですよ。ひどいですよね。その通りなんですけどね。そう、そんな感じでやってますので、あのコペルニクスもその書き始めた時とですね、その書いていってどんどんどんな気持ちに寄り添いたいのかなっていうのを考えていって、結構歌詞を書き換えたんですけれども、やっぱり自分もそうだし、多分いろんな人が今この時代を生きていて、あれなんかこうなんかの、例えばじゃあテレビで流れてくるエンタメのニュースとか、あのなんかのチャートで出てくるやつとか、私例えばですよ、ネットフリックスとかを見るんですけれども、ネットフリックスを見るけれども、そのネットフリックスもなんかチャートみたいなのがあるみたいで、今週最も見られた10本みたいなのがナンバー付きで出てくるんですけども、もう一個も見たいのないんですね、そこにはどうしようかなと思って、あの自分で全然違うなんかモフモフした動物のとか探して見てるんですけど、なんかそういうところがどれぐらいはぐれていいものか、これぐらいはぐれちゃうともう戻れないんじゃないかなとか、一応そういうのもあの自分で考えながら、あまりはぐれすぎないように生きてるつもりではあるんですけど、とはいえやっぱりどんな人もどんな仕事しててもどんな暮らしをしてても、みんなと一緒に楽しみたい時と、あの自分はやっぱりこうだっていうのを大事にしたいっていう気持ち、両方があっていいと思うんですよね。なのでそのどっちかというと、その自分は絶対こうだ、人と全然違って、もしくはもう違うどころか人にちょっとこう白い目で見られちゃうかもしれない。コペルニクスなんて本当のコペルさんはあの家族一族老頭結構すごい迫害を受けたっていうこともあるそうなので、そんな中でも自分の信じることを信じ切ったっていう歴史上の人なんですけども、まあ、そこまでいかなくてもどれくらいじゃあ自分は自分を大事にして自分の感覚を大事にしてやれるんだろうっていうのを考えたかった、一緒に考えたかった、でちょっとなんか作ってみたらあんな曲になっちゃったっていうことだったんですけど、なので届けるにあたって一番心配な曲だったんですけど、意外とコペルニクスよかったよって言ってくださる方が3人ぐらいはいたので、あ、よかったな。でもコペルニクスをよかったよって言ってくれる人は声の大きい人の可能性があるので、ちょっとまだ私は静観して見てます。あの 先にあの出しちゃう種類の方、みんなで喋っててどこ行きたいって言ってんのに私はねって言って言っちゃうタイプの方が今コペルニクスいいじゃないって言ってくれてんのかなっていう気もするんですけど、わからないです、それはわからないです。そこも含めてね、あの皆さんがアルバムを聴いてくださって反応してくださるの全て私も喜んで、実はファニコンのコメントとかも読んでるんですけれども、コペルニクス以外で新録で入ってる曲結構あるんですけど、もう一個紹介するとするとサインが次の曲ですよね。コペルニクスのサインはですね、今週インスタグラムなんかでも一緒に写真撮ってもらってるのが出てると思うんですけども、つぐみちゃんとアレノイズくんという2人と一緒に作った曲ではありまして、でこのつぐみとアレノイズが、まあ、あの2人最近よく一緒にやってるんですけども、すごいあのレゲトンっていうね、すごくこう南米のドッカンドッカンっていう音楽よく作っているので一緒にやろうよって言って、正直も多分ね 3,4 曲彼らと一緒に作ってるんですけども、彼らのとの曲ばっかりをちょっと入れるわけにはいかないっていう、こうあのエイベックス側のいろんな思惑ともありまして、あのレゲトン他にもねいろんなタイプの曲を作ったんですが、最終的に入ったのはあのサインという曲、今は1曲だけになってます。で他にもねちょっとねいろんなもうちょっとダンスチューンのやつとかも作ってあるんですけど、あのサインはまあまあまあすごいあのメッセージが分かりやすい直球なものだったなとは思ってまして、といってもなんか多分あれこそ私だけじゃなくていろんな人が多分人生においてすごくあの例えばお母さんとかねおばあちゃんとかねお父さんとかもそうですし、すっごい大事な人との別れって体験してない人の方がもしかしてだんだん少なくなっていくんじゃないかなと思うところもあるんですけど、でそんな時にねあの私も歌詞を書きながらずっと思っていたし今でも思ってるんですけども、ずっとやっぱね探しちゃうんですよね、その人の残したサインっていうの今も探してるしね。
で見つかる気がして探すんですけどやっぱ見つかんないみたいな。でも見つかると思ってずっと探してるって。うちはあの東京にお家があるんですけど、ここちょうど渋谷なのでこの近くにあの秋田県のねハチ公ちゃんが渋谷にずっといると思うんですけど、ハチ公ちゃんももう映画見たらもう涙なしでは語れないぐらいなんですけど、本当にずっと探すみたいなんですよね、その姿を。わかると、わかる、私も探しちゃうと。あのすごいんですよ、去年です、一昨年じゃなくて去年ね、朝走っていた、いつもの道を走っていたら柳さんと同じあの恵比寿のジーンズって、恵比寿のジーンズってね後ろがもうね無理ってこうなんかこうペイントがある、もう遠くから見てあ恵比寿だってわかるジーンズなんですけど、それを履いて上に柳さんと同じジャケット着て、あの茶色いあの ライダースジャケットっていうんですかね、なんかそれ着て、柳さんと同じように髪の毛一つに束ねてるおじさんがいたの、ついてこうかと思っちゃって、なんかあるんじゃないかと思って、私とあなたの間になんかがあるんじゃないかと思って、ちょっとはもうすっぴんでね朝早くに走りながらついてって、ちょっとなんかそこから始めようかと思ったんですけど、すごい不審者だろうなと思って私が、なのでやめました、それは。はい、サインの話でした。そんな曲もありますので、まあまあまあ、まあ、ずっとね別に変わんなくてもいいんじゃないかなって、なんかこう傷ついていたりとか落ち込んでると早く元気出してとか、もうそんなね傷つかないでとか言ってくれるのも優しさだと思うんですけど、でもまあ傷ついてんだったら、寂しいんだったら、悲しいんだったら、泣きたいんだったらずっと泣いてりゃいいんじゃないのって、で私は私に対しても思ってるし、みんなに対しても全然いいんじゃないって、その感情も受け入れていいんじゃないってね、感じちゃダメな感情なんてないんじゃないって思っているので、はい、なんかね今日あの最初に明かりを歌わせていただいたので、その時にいろんなこときっと思いをあの感じてくださる方も一緒にいたのかなと思うんですけども、私も感じるんで本当に、一緒に、しかもね私たちだんだんこう人生長くなってきたじゃないですか今一緒にしましたけど私と、でだんだん長くなってきたからこそね、来たからこそ宝物がいっぱいあるってことじゃないですか、それもいいなと思ってて、なのでその宝物も一緒に、これからも共有していければいいなと思ってます。はい、というわけで、今日は勇者の実家のマザーレッカからの、トークをお送りしているんですけれども、曲アルバムの話も、してもいいんですけれども、まあまあまあまだそれは来週以降もできるということで、そっちの方でしようかなと思うんですけど、勇者の実家は多分もう少しでリニューアルすると思いますね。それね、でも詳しくはまだちょっとこれからなんですけど、結構1年近く1回今やらせていただいていて、私ももっとだったらこういうことできないのかなっていうこともあったりするし、でちょっとなんかせっかくやるんだったらこの形だともったいないなっていう思ったりするところもあったりするので、勇者の実家もだんだんリニューアルチェンジをしていくと思うんですけど、今後はまあツアーがあったりとかで、だんだんとこのアルバムを連れていろんなイベントにもね出させてもらったりすると思うので、あちこちでまたお会いできる機会もあるかなと思うんですけど、皆さんが今日一体どのエリアから来てくださった方が多いのかはちょっとわからないぐらい、あちこちの顔があれ、あの方はあの地域の方じゃなかったかしらと思いながらこうやって今喋らせていただいてるんですけど、本当に普段さっきコペルニクスの話もしましたが、普段皆さんからもらっているいろんなエピソードとかいろんな感情とかメッセージとかそういうのをいただいているからこその私から出てくる曲たちなので、本当に私はいつもですね、今もですね一人で曲書いてる気は全くしないんですね。本当に書かされてるなって、みんなにね、ほい、何でしょう、こう書けようっていういろんなものをいただいて、ここからボーって出てきてるようなイメージがあるので、本当に一人でじゃなくてみんなが一緒に書かせてくれてるような状況が今はあるのが本当ありがたいなと思ってます。というわけでまずは本日、Amazon の方で多分ね購入していただいた方、今日は限定だと思うんですけれども、本当に特別な場所に来てくださってありがとうございました。
というわけで勇者の実家を締めたいと思います。何か聞いてくれてる皆さんからもメッセージ等ありましたらどしどしマザーに送ってみてください。それではまた1週間いってらっしゃい。バイバイ。